高山競馬第8レースサラブレッド系3歳以上500万円以下スタート1800メートル15頭が出走します。スタンド前右手での枠入り、スタートコースのコンディションはやや重ですが、スタートの表面はかなり白く乾いてきつつあります。枠入り最後はカフェアトラス15番ゲートに促されます。入って係が離れてゲートイン終わりました。スタートしました。おっと、11番のグッドフェローズがゲートで大きく煽ってジョッキーが、振り落とされて空馬になってしまいました。11番グッドフェローズ競争中止です。まず先行争いは7番チェリートリトンが出ますが、かわして15番のカフェアトラス並んでいきます。3番手8番シャムロックつけて、同枠9番サイモンジルバ、3番手ソト、13番カガスター、その後で3番マイネルレンカ、最内1番のサーストンウィナーが後位に続いて14頭が1コーナーをカーブしていきます。11番グッドフェローズ競争中止です。先頭7番のチェリートリトンリードを広げて2馬身半、15番カフェアトラス2番手2コーナー、9番サイモンジルバ単独3番手に上がって、4番手3番マイネルレンカ、その後外を13番カガスター、内が8番シャムロックレム向上面に入ります。シャムロックは5番手のインコース、2馬身差で1番サーストンウィナー、14番ロードソリストが並んで追走、その後10番ランニングウィンドが中断で空馬を置いて、12番ボンテン、4番ネバービーンベター3コーナー手前、6番ビップデビットが現在後方3番手、前半 1000m 1分3秒1、5番トミケンセーグラ後方2番手で、2番のケイツーマルクが最後方です。馬群は一段となりつつあって3コーナーの手前です。先頭7番チェリートリトンリードがなくなって600を切ります。並んで15番カフェアトラス、9番のサイモンジルバも接近していって、前は3頭、4番手を押して14番ロードソリスト、依然5番手インコースが8番シャムロック、400を切って4コーナー、その後13番カガスター、ムチを入れて追い上げていきます。1番外はランニングウィンド、4コーナーから直線、先頭15番カフェアトラスに変わります。食い下がって7番チェリートリトン2番手、200を切って坂を登ります。2馬身差の3番手が9番サイモンジルバ、これをかわすか、13番カガスター、内は8番シャムロック、伸びはどうか。さあカガスターが3番手から2番手上がってきて、ついで連れて10番のランニングウィンド上がってくる。先頭15番のカフェアトラスゴリ、2着13番カガスター、3着10番のランニングウィンドです。15番のカフェアトラス堂々抜け切りました。北村博騎手の騎乗です。2着争い13番カガスター、そして最後10番のランニングウィンド、外から追い上げた2頭2、3着を争っていました。なおこの競争11番のグッドフェローズがスタートゲートの際に大きく煽ってしまって、結局落馬競争中止という形となりました。勝ちタイムは1分53秒3、上がりゴールまでの 800m 50秒に、 600m 37秒9でした。15番のカフェアトラスは完勝でした。2番手追走から直線早めに先頭に立ってリードを広げています。2着13番カガスター、3着10番のランニングウィンド、その後は広がっての入線でした。7番チェリートリトンの粘り、6番ビップデビットの追い込み、3番マイネルレンカもこのグループで続いています。ご案内があります。15番13番10番で数字が点滅、8列確定までお待ちください。ご案内があります。